今長谷部さんが支持者の大歓声に包まれながら入ってきました。渋谷区長選挙は無所属新人で政党の応援を受けずに選挙戦を戦った長谷部健さんが2人の候補を破り初当選を果たしました。長谷部さんは現職の後継者として出馬、同性カップルを結婚に相当する関係として認める同性パートナーシップ条例を発案し推進を訴えてきました。注目の渋谷区長選挙は事実上三つどもえの選挙戦となりました。自民公明の推薦を受ける前の都議会議員の村上さん、そして民主維新など野党統一候補の矢部さん、そして選挙戦を制したのは桑原区長の後継指名を受けた政党の推薦を受けない前の渋谷区議会議員長谷部さんでした。では取材に当たった朝倉記者です。朝倉さん、はい、この長谷部さんの勝因はどこにあったと見ていますか。まずですね、こちらの数字ご覧いただきたいんですけれども、はい、41.4% ということで、これ今回の渋谷区長選挙の投票率ということなんですが、良いよと言ってもまあ決していい数字ではないんですが、ただですね、前回の2011年の区長選 40.2% でしたので、そこから比べますとおよそ1ポイントアップをしてるんですね。はい、で全国の自治体で投票率が、下降傾向にある中で、渋谷区が1ポイントアップしたというこの1ポイントにですね、注目をしたいなというふうに思うわけなんです。こちらの映像をご覧いただきたいんですけれども、昨夜都内のギャラリーに長谷部さんの支持者が集まって開票を見守ったんですが、ご覧のようにですね、20代から30代の若い人たち、若者が非常に多いんですよね。この若い世代が長谷部さんの選挙運動の中心を担っていた。でインターネットの SNS など彼らなりの手段で支持を広げていったと、おそらく今回の選挙の投票率を押し上げ、で長谷部さんを当選させる原動力になったのがですね、この規制政党の枠に、飽き足らない若い無党派層が、前回の選挙よりも多く投票に足を運んだのかなというふうにも思うわけなんです。でもう一つこちらの映像もご覧いただきたいんですけれども、いわゆる性的マイノリティと言われる人たちも今回は長谷部さんを応援をしました。はい、渋谷区では3月区議会で同性カップルを結婚に準じる関係と認める同性パートナーシップ条例を可決成立させたんですが、長谷部さんは区議会議員としてこの条例を推進する立場でした。ですからパートナーシップ条例に対する区民の支持票がですね、この長谷部さんに集まったんではないかという見方もできるんですよね。でただそれだけではなくって、例えばその性的マイノリティのみならずですね、障害者スポーツに対する盛り上げですとか、障害のある方への施策というのも街頭でかなり長谷部さん訴えていたと。今回の選挙、長谷部さんの勝因はですね、今までの政党の枠組みでは吸い上げられなかった若い人たち、で、社会的な少数者の声が、投票につながったんではないかという、いわばですね、声にならない声が声になった選挙だったんじゃないかなというふうに思いますね。渋谷区長選挙については朝倉記者の解説でした。ただ一方でですね、皆さんこちらをご覧ください。全国的な投票率の低下傾向には歯止めはかかっていないんです。統一地方選挙後半戦の平均投票率は62の市長選挙が過去最低の 50.5% だったんです。また町村長選挙、議員選挙いずれも過去最低を更新しているんです。渋谷で明るい兆しが見えてきたとはいえですよ、有権者の地方政治に対する関心の低下が鮮明となっていることが分かりますよね。私たちの生活に直結することなので、多くの人がもっと興味を持つさらなる取り組みも必要なのかもしれません。